裏内川の両岸にうっそうと茂るジャングルの中に、昭和40年に発見され、後に天然記念物に指定された西表山猫が生息しています。この西表山猫は記念切手の画題となっています。これを発見した動物文学の作家戸川幸雄さんにいろいろと伺ってみましょう。見つけられたのはもう9年前というお話を先ほどね、40年でしたね、40年の2月にね、西表島っていうのね、例の沖縄の、そこで見つけたもんですからね、それで、私とそれから、琉球大学の高良哲夫先生、動物学の、それとこれの研究された国立科学博物館の今泉先生と、3人で相談してね、で日本には昔から対馬に対馬山猫っていうのがいるわけですよ、それだけは分かってたの、だから対馬山猫にこのそういう例があるから、それじゃあ西表だから西表山猫とつけようと、3人で決めまして、相談して、それで名前を決めて、それを学名にしたわけです。あ、そうですか。動物学上世紀の大発見と言われ、生きた化石と呼ばれた西表山猫が昭和41年に村の人たちに2匹生け捕りにされ、翌年研究のため東京へ送られました。現在でもメスの方が生きていて、国立科学博物館で飼育されています。戸川さんは西表山猫の生態を観察して、剥いたスズメじゃなくて羽の生えてるスズメを入れてやりますとね、それがまだ生きてると思ってるわけでもないでしょうけれども、非常にそれこに興味を感じるんですね。ヒョウのようにね、身を縮めまして忍び足できてね、パッと取りましたね。彼の野生状態のありさまを見せたわけですね。ネズミなどをやると来てパッと前足で叩くともうすぐ死んだそうですね。肉そのものよりも丸のままやりますと中に内臓もあれば血も入って、それが嬉しいようでしたね。よく野生動物はオスとメス一緒に入れても交尾器でないと喧嘩しますのでね、初めは仲良くさせるために網を中心に境に入れまして顔をくっつけ合わせてみたんです。そしたらオスの方がね、ひっくり返ってね、背中を下にしてね、メスの方のね関心を得ようとするんで、それからかなり半年ほど経ってから網戸を引き抜いて2匹一緒にしてやりましたがね、まあ準備期間があったせいか喧嘩もなくねしましたが、私のところ生きてから感情しただけで5歳ですから、もう6歳ぐらいになってんじゃないですか、メスの方が。西表山猫ってのは先ほどもたびたびお話出てますけど、まあ猫のね一番原始的な姿っていうんですか、これをね持ってきまして、で今泉博士が研究されまして、種としてですね、研究されまして、その結果ですね、これは単に新しい山猫っていうだけじゃなくて、猫の原種とでもいう非常に古い原始的な猫だっていうことが分かったわけです。ああそうですか。大体いつ頃からいたんでしょうね。この猫がですか。この猫がいつ頃からいたかちょっと分かりませんね。ああそうですか。ただ地球上にですね、猫の原種がですね、現れて、それが地球上に広がって、そのうちに新しい猫がどんどん今度進化した猫が出てきたために、古い猫が滅ぼされていったわけですね、そしてこの猫はその頃まだ日本がずっと大陸につながってた、でこの猫が西表まで行って、そこまで繁殖してるうちにあそこが陥没したか何かして海になって島になっちゃったわけです、で後から進化した猫入れなくなったわけです、だからこの猫だけはそこが残っちゃった、つまり環境もその猫に合ってたから、ちょうどシーラカンスがね、マダガスカのところに残ってるでしょ、ああいうふうにして残ったわけですね。あ、この猫だけですね、世界のね猫の分布図っていうとどうなんでしょう、やっぱりこうアジアの方が多いわけですか。いや、全世界にありますよ、野生のね、猫っていうのはこれはその分布図ですけどね、アフリカにもいるし、それからアジアの方からずっとおりますね、それからマレーの方、それからアメリカ、南米、ずっとありますね、で面白いことはね、この沖縄に小さな
島ね、この西表山猫と、はい、それからこの南米の外れですね、チリのところにいるコドコドっていう猫とはね、ほとんど同じなんです、はい、これだけ距離があってね、離れてるのに、ね、同じような猫がいるということですね。うん、これどっちも原始猫なんです。難しい問題はね、土地の非常に原始的な島ですから、土地の人たちの生活を向上させるために今開発しなきゃならない、その開発をすると、猫が住んでる森林を切って滅びるんじゃないかという心配、両方あるんですね。私はこれは融和させる方法があると思いますがね、全部の森林を切らなくてもいいんですしね、だからまあ住民のための道路とかね、それから観光客のための誘致するためのホテルもね、町の中に作るとか、そういったようなことは僕はできると思います。ただね、この猫をね、なんとか保護して絶滅しないように持っていかなきゃならないと、これは考えている。